水素チャンネルニュース第98回2021年2月13日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。今回はおよそ千二十一年二月六日から二月十三日までのニュース記事十一本です。 では、スタートです。記事ナンバー1番、2月9日の読売オンライン。独自、政府の資源調達の柱、水素やレアメタルに、石油、天然ガス、から転換。記事ナンバー2番、2月9日の福島民友新聞社民友ネット。風力発電3倍に、水素活用推進。 福島新エネ社会構想、改定、引用。政府は8日、本県を新エネルギー社会の先進地とする、福島新エネ社会構想、を改定した。2024年度をめどに、県内の風力発電導入量を20年度の約170メガワットから3倍の約530メガワットに拡大するほか、 水素活用の地域モデル形成を加速することなどが柱。再生可能エネルギーの導入拡大を図りつつ社会での活用を進め、全国に先駆けた拠点を目指す。記事ナンバー3番、2月9日のジェトロ日本貿易振興機構。水素経済の育成及び水素安全管理に関する法律が施行。 韓国、引用。水素経済の育成及び水素安全管理に関する法律、と。関連する施行令。施行規則の2月5日施行。記事ナンバー4番、2月12日の航空新聞社。パリ地域圏、空港の、真の水素ハブ、カムけ世界規模の公募。記事ナンバー5番、2月12日の手ケーブル。 クラウンホーファー、バイクにも利用できる水素燃料、パワーペースト、を開発。記事ナンバー6番、2月10日のテッククランチジャパン。新技術で天然ガスから水素を生産する C0 がビル・ゲイツ氏の気候テック基金から資金を調達。記事ナンバー7番、1月29日の日本経済新聞。 気候、インドネシアの水素開発。日本と協力、互いに利益。記事ナンバー8番、2月11日の時事 .com。シュルンベルジェニューエナジー。CEA。関係パートナーがクリーン水素生産技術に取り組むベンチャーゲンビアの CEO 任命を発表。引用。 フローレンス・ランバート氏を2021年3月1日付で任命する記事ナンバー9番2月21日の経済産業省高知県新エネルギー導入促進協議会講演会を開催しました引用日時令和2年11月30日月曜日14時から16時まで 記事ナンバー10番、2月10日の PR タイムズ。福島県×東京水素ミルコラボ企画。水素エネルギーってなんだろう。オンラインクイズ大会を開催します。日時令和3年2月27日、土曜日、14時00分から15時00分。記事ナンバー11番、2月12日の PR タイムズ。 ライブ配信セミナー炭素循環カーボンリサイクル技術3月2日火曜日開催主催株 CMC リサーチニュースは以上です今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ アドレスは https コロンスラッシュスラッシュ t.a.k.a.g.i 数字の 1.net スラッシュ h2 高木 1.net スラッシュ h2 です。次回は2月20日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。